はようございます。現在早朝の6時となります。私今公園のベンチにいるんですけど、昨日あまり記憶がなくてですね、公園のベンチで寝てたら夜が明けてしまいました。まあこんな日もあっていいですね。ということでやってみましょう。はい、とりあえず朝の散歩をしたいと思います。散歩ってめちゃくちゃ体にいいみたいです。猫がいました。かわいい。マクドナルドに来ました。ちょっとコーヒー一杯飲みます。ホットコーヒーソーセージマフィンを頼みました。200円です。本日の宿となります、こちらマイプレイスさんっていうゲストハウスです。始めの初回の資格だけなんか950円ぐらいで泊まれます。で通常のゲームは1500円ぐらい泊まれて、めちゃくちゃおすすめですよ。これフェリー乗り場の近くにあります。那覇です。こちらがシャワーとなります。めっちゃ綺麗ですね。シャワー室めっちゃ綺麗じゃないですか。やば。シャンプーとも常備してあります。すげえ。はい、今日のご飯です。ファミマで買いました。冷やし中華とシュークリームと鈴カステラ、あと緑茶と焼き鳥と油味噌です。現在時刻7時50分。いやー、いつも5時半に遅れるんですけど、完全に寝過ごしました。日本一初です。ファミマでコーヒー買います。はい、コーヒー買いました。ジョージカオルブラック151円です。はい、公園見つけたのでここでコーヒー飲みます。めっちゃうまい。やっぱジョージはめっちゃうまい。ファミマで昼飯買いました。ナッツです。昨日食べ過ぎたんでナッツだけにします。ゲストハウスにあるワーキングスペースっていうところです。宿泊者は無料で使えますね。久々の再会でございます。北海道ぶりでお久しぶりです。本当にではお疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。おはようございます。ファミマでコーヒー買いました。141円です。本日は石垣島の方に行く予定なんですけど、ちょうど台風18号がいて、正直どうなのかなって、今のところメールは来てなくて、待つしかないですよね。はい、石垣島の方に、原付を持ってきますので、貨物フェリーの申し込みをこれからしていきます。ちなみに片道2万8000円です。原付を、受け渡しました。これから那覇空港の方に行きます。はい、ということで原付の受け渡しが終わりました。で、私はもう移動手段はもう歩くしかありません。ここから那覇空港まで1時間40分歩きます。えぐい。台風18号もえぐいっす。めっちゃ雨降ってる。風強いし、助けてください。助けてください。やばいよ、嵐です。助けて。はい、皆さん、歩いて50分ぐらいが経過しました。めちゃくちゃいいこと思いつきました。モノレールに乗っちゃえばいいんですよ。那覇空港行きのモノレールに乗っちゃえばいいってことに気づきました。なんで気づかなかったんだろう。沖縄のですね、モノレールは初めてですね。270円で行けるんだ。歩いた意味が分かんなくなってきた。沖縄すごいですよ。沖縄のモノレールやばい。切符を入れるところがなかったんで、なんか右往左往したら、それ QR コードついてますよって言って、なんかスイカみたいにピッてやったらもう通れるんですよ。やばくないですかこれ。沖縄すごい。半端ない。
これがスイカ代わりですよ。ピッてやっても東京とかだとこうやってピーピーピーってこういう感じじゃないですか。沖縄はピーですからね、切符も。すげー。はい、現在朝日橋におります。こんな感じですね。あ、すげーな。モノレールってなんかそんな乗ったことないですよね。ここからですね、最終地点、最終駅となります那覇空港の方に行ってまいります。それ270円で一応安いね。ということで那覇空港に着きました。ピカチュウの電車です。めっちゃ可愛くないですか。見ててください、これやばいっすよ。これやばくないですか。これということで搭乗手続き終わりました。無事ですね、普通に欠航ではないです。よかった。なんとですね、その前の石垣行きっていうのはもう欠航なんですよ。危なかったです。この那覇空港はですね、この大水槽があります。これはですね、チラウミの飼育員さんがこれはメンテナンスしてます。はい、ということで手荷物検査も終わりました。ちょっとゆっくりしてます。はい、これから石垣島行きの飛行機に搭乗します。はい、無事石垣空港に到着しました。これからですね、バスに乗って市外の方に移動します。いや、なんかもうね、なんかね、亜熱帯って感じ、すごい湿度です。はい、こちらのバスに乗ります。はい、バスから降車しまして、今予約したゲストハウスに向かっております。雨やめましたね。ゲストハウスの方に部屋着きました。さすがに疲れました。ちょっと今日は寝ます。おやすみなさい。